Hello everyone, I'm Susanna. Welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はですね、補足動画となりまして、V スティッチファンのボートネックですね。はい、ボートネック、こちらのデザインですね。こちらのデザインの、このボート、V スティッチを編んで、リブをつけていくというところをやっていきたいと思います。で、こちらライブでもお話しさせていただいたんですけれども、こちらにリンクがあると思うんですが、七目。この七目っていうのがキーワードでして、7の繰り返しとなっています。で、ちょっとまあ3と4で分かれるので、あまり均一性がないかもしれないんですけれども、ゲージ通りに、サイズ通りに編むのであれば、もう3、3とやるよりは、やっぱり基本に忠実に3、4、3、4、3、4というふうにやっていく方がいいのかなというふうに思っております。それで、23回なんですけど、全部で46段なので、偶数なので大丈夫ですね。ということで、このままやっていきたいと思います。ということで、基本となるのが七目ということで、まず、V スティッチファンを編んでいくところから始めていきたいと思います。V スティッチファンの作り目は5目の倍数となります。で、編み目自体は6目の倍数。そして、また5目の倍数に戻して、そこからの七目で取っていくリブの編み方っていうのをやっていきたいと思います。では、早速一緒にやっていきましょう。はい、ということで結び目を作りましたら5目ずつ取っていきますね。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。ということで今15ですけれども、7目の倍数と5目の倍数の最小公倍数が35なんですね。ですので今回は35目でやっていきたいと思います。15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35ということで35目でちょっとサンプルを作っていきたいと思います。で、出だしなんですけれども立ち上がりに鎖を1目編みましたら各目に細編みを入れていきます。ですので、パターンの構成としては、まあ、底の部分も考えて、7目の倍数で、と5目の35の倍数でいろいろ取っていくとうまくいきやすいのかもしれないですね。7目の倍数といいますか、なんと言いますか、7目の倍数プラス3でもいいですし、マイナス4、まあ、プラス3ですね。7目の倍数プラス3でやっていただいても大丈夫です。もちろん、プラス4でも、合わせることは可能なので、まあ、そんな感じで、7目の倍数、今回ですと80目なので、77プラス3で80ということで、合いますし、例えば56プラス4で60ということでも合うと思います。とにかくリブ編みが偶数になれば問題ない話ですので、まあ、そんな感じでパターンを組んでいくのがいいのかなと、そういうふうに考えております。ということで最後の目まで細編みを編んでいきましょう。はい、ということで最終的にあと2目ですね。はい。1。はい。入れておきます。で、細編みが入りました。で、ここに V スティッチファンを入れていくんですけれども、V スティッチファン自体は、6目の倍数なわけですね。ですので、編むときに立ち上がりに
鎖を4目編むんですけど、鎖を1目入れたら、あるいは鎖目なしで最初の細編みの目に針を刺して細編みを入れてから鎖を2目入れると割と足元がしっかりしますので、鎖2目を入れて鎖を1目入れて元の目に長編みを編みます。そしてここで V スティッチファンの左半分を先に編んでしまいます。そしたら、5目の倍数になりますので 1,2,3,3 目スキップして4番目ですね、4番目の目に長編み、鎖、長編みを編みます。そしてかぎ針2等を引っ掛けたら、続いて隣の目ですね、隣の目に刺して長編み、鎖1、元の同じ目に戻って長編みを編みます。はい、これを繰り返していきます。かぎ針2等を引っ掛けたら 1,2,3 目スキップします。3目スキップして4番目の目に針を刺します。かぎ針2等を引っ掛けて戻してきたら長編みを編んで鎖を1目編みます。かぎ針2等を引っ掛けたら同じ目に戻って長編みを編みます。かぎ針2等を引っ掛けて隣の目に刺しましょう。長編み、鎖1、ちょっとこんなところで引っかかってますけれども、はい、そして同じ目に戻って長編みを編みます。これを繰り返していきます。 1,2,3 目スキップしてその次の目に刺したら長編み、鎖1、長編みを編んでかぎ針2等を引っ掛けて隣の目に刺して長編み、鎖1、同じ目に戻って長編みを編みます。 1,2,3 回スキップをして長編み、鎖1、長編み、隣の目に刺して長編み、鎖1、長編み、かぎ針2等を引っ掛けたら 1,2,3 目スキップして4番目の目に刺します。糸を引っ掛けて戻してきたら長編み、鎖1、長編み、隣の目に刺して長編み、鎖1、長編みを編みます。はい、これが6目1セットになってるんですね。繰り返しましょう。 1,2,3 長編み、鎖、長編み、隣の目に長編み、鎖、長編み、そして 1,2,3 目スキップしたら最後の目ですね、端の目に刺しまして長編み、鎖、戻って長編みを編みます。はい、1段目が編み上がりました。では2段目を編んでいきましょう。2段目以降は何段編んでも同じ編み方となります。立ち上がりに鎖を 1,2,3 4回編みます。裏返してかぎ針2等を引っ掛けたら最初の最後の前段最後の長編みの目ですね、この最後の長編みの目に刺して長編みを編みます。かぎ針2等を引っ掛けたら、はい、続く鎖1のスペース長編み、スペース長編み、鎖1をスキップしてその隣の長編みですね、
はい、この長編みに針を刺してかぎ針を戻してきたら長編みを編んで鎖1を編みます。同じ目に戻して長編みを編みます。かぎ針2頭を引っ掛けたら隣にも長編みがありますのでこの隣の長編みの目に刺しましょう。糸を引っ掛けて戻してきたら長編みを編んで鎖1を編みます。かぎ針2頭を引っ掛けたら同じ目に戻ります。長編みを編みましょう。はい、同じ形のものが2段連続で編めましたね。これを繰り返していきます。長編み、鎖1、長編み、長編み、鎖1、長編みですね。もう一度一緒に糸を引っ掛けたら長編みの目に刺してまっすぐ通ってるこの中央の2本ですね、この2本に刺します。長編み、鎖、長編み、長編み、鎖、長編み、これを繰り返していきましょう。慣れると簡単に真ん中の目を狙えますのでそんなに難しくないと思います。で、長編みを2回編む間に鎖を1回編むというふうに覚えてもらってもいいですよね。ですので V スティッチを編んでいく感覚ですよね。はい、そして最後ですね、最後は長編み鎖をスキップしてその隣の鎖の目ですね、立ち上がりの鎖の目に長編みと鎖1を編んだら同じ目に戻ります。必ず2本引っ掛けるようにしてください。そして長編みを編みます。これを繰り返していくわけです。鎖4で立ち上がったら裏返して始まりの目に戻ります。長編み、そして次の長編みに移ります。はい、使うのは必ずこの真ん中のこれ、こちらとこちら、右と左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 、そして最後は一番端の始まりの目となります。右の長編みに刺して長編み、鎖1、長編みですね。長編み、鎖、長編み、長編み、鎖、長編み、長編み、鎖、長編みを編んでいきます。
で、このパターンでは 3.5 ミリのかぎ針を使っております。ですので、目の数とかサイズっていうのは、そのかぎ針サイズや毛糸のその太さにもよるんですけれども、比率としてはほとんど変わることはないので、例えば7目の倍数っていうのは多分ほぼ共通になってくると思いますので、もし違うサイズの針や糸で編まれる場合にも計算していただくと大体同じになってくると思います。そして長編みから数えてスキップして、その隣の目ですね、はい、鎖の1、2、3番目に刺して、長編み、鎖、長編みを編みます。こんな感じで続けていきますと V スティッチファンを編むことができます。そして最後ですね、最後、今は6目の倍数ですので、ここを5目の倍数に減らしていきます。鎖1で立ち上がったら裏返して、最初の目に細編みを編みましたら、鎖1の目にも細編みを編みます。続いて細編み2目をこの2目で1回、2回と引いて編んでもいいですし、面倒な方はこの V スティッチの間に細編みを入れていただいてもいいです。そしてまた端の長編みと鎖1のスペースに細編み、ちょっと待ってください、間違えました。そして次なんですけど、端の長編みはもう使いましたので、鎖1のスペースですね、鎖1のスペースに細編み、真ん中の長編みに細編み、もう一つ左の真ん中の長編みに細編み、鎖1のスペースに細編み、そして端の長編みが2個重なっているところは間に細編みを入れていただいてもいいですよ。2目1度がややこしい方は間に入れていただくとスムーズにいくと思います。そしてそうしますと、ここの間の V スティッチファンが際立つ形にもなりますので、それもいいアイデアだと思います。はい、そして最後ですね、最後は鎖1のスペースに細編みを入れて1、2、3、鎖の3番目に刺して、はい、2本取っておいて細編みを編みます。これが基本的な V スティッチファンの編み方となります。で、今ここに 1、2、3、4、5、6個模様が入って、端に半分と入ってますね。で、全部で7つの模様が入ってまして、すべて5目の倍数となってますので、7目の倍数になっていることがお分かりいただけると思いますので、そのまま続きを編んでいきたいと思います。では軽く中長編みのリブ編みの基本をおさらいしておきたいんですけれども、一緒にやっていきましょう。中長編みのリブ編みは、横向けに編んだ目、編み目を縦向けに使うという方法です。結び目を作りましたら、1、2、3、4、5、6、7、8、仮に8目で編んでいくといたしましょう。立ち上がりに鎖を1目編みましたら、かぎ針2頭を引っ掛けて鎖を裏返し、一番最初の鎖はスキップして、2番目の鎖の裏山に刺して糸を引き上げます。そして中長編みを編みましょう。かぎ針2頭を引っ掛けたら、各目の中長編みに中長編みを編んでいきます。
1段すべての目に中長編みが編めましたら、立ち上がりに鎖を1目入れます。裏返します。裏返しますとこのようにちょっと穴が見えますよね。鎖目のような穴が見えます。そして上にも鎖目があります。上の鎖目は右から左に向かって鎖が入っています。横の鎖目は左から右に向かって鎖目が入っています。リブ編みはこの下横からの鎖の下の糸を使います。かぎ針に糸を引っ掛けたら一番最初の目の横の目に刺して中長編みを編みます。かぎ針に糸を引っ掛けて次の目の下から中長編み、中長編みというように横の鎖の下の目を取っていきます。そうしますと裏側にこのように鎖の目が出ます。これがリブ編みのように見えるんですね。そして反対側は下の目を取ることによってちょっと谷のような形になってリブのようになります。これを繰り返していきます。5、6、7、8、はい、入りました。そしてこれを繰り返していきます。鎖1で立ち上がったら裏返して上ではなく横に見える鎖の下側に糸を刺し、下から上に向かって糸を刺して中長編みを編んでいきます。編むときはまっすぐ編むよりもちょっと縦向けに編んだ方が横から右から左に針が刺しやすいので編みやすいと思います。そして最後ですね、最後は少し見えにくいんですけれども端にありますから取っていきます。はい、で2段編むとこのように谷間ができます。でこちらが目でいうところの裏側になっていて、こちらが表ですね。でこちらが裏になってますので、続いてまた表から編んでいきます。これが基本ですね。ですので偶数段で必ず1セットになります。ですので必ず偶数段でパターンを構成する必要があるわけですね。奇数段ですとちょっとうまくいかないので偶数段で編むようにしましょう。そしてさらに言いますと、もし左右対称に分けなければならないときはさらに割れる数4の倍数などで編むといいと思います。はい、これで今4段編めました。で今こちらが表ですね、こちらが裏となります。山から始めて山谷山ということで最後山の半分で終わるのも綺麗に
編めるかもしれません。お好みで使い分けてみてください。はい、それでは今からリブ編みを編んでいきます。で、編み方なんですけれども、先ほどのサンプルを持ってきてどのようにつけたいかを考えます。まず V ステッチなんですが、 V ステッチにはこのように上下に細編みが入っています。この細編み、今どちらも表側が上に来てます。で、裏側を向けますとこの V ステッチの表側が最終段になります。ですがこの場合、こちらの V ステッチに裏表は特になくて、すべて裏表裏表というふうに編んでいきますので、奇数段で編み終わるとどちらも細編みが表に来ます。偶数段で編み終わると片側が表、片側が裏というふうな形になります。今回は奇数段ですので、どちらも細編みが表に来てますので、どちらも細編みを表に来させたい場合には奇数段でバランスをとってあげるといいと思います。ただしその場合、この V ステッチファンが1段多く裏側が表に出てきます。どちらを見栄えがいいと感じるかは人それぞれなので、ちょっと一概には言えないんですけれども、裏側が表に来た時の方が目が表に出ます。表側がはちょっとへっこむんですね。そして裏返しますと、その逆のことが起こっているのがお分かりいただけると思います。裏側が表に出ます。ですので、よく長編み等とか、長編みとかを編んだ時に、このように2段ずつバランスのいい形っていうのがあると思うんですけれども、こうやって2段ごとにバランスよく線が入りますよね。この線が表に出てきている方は大概裏側だと思っていただいて、表側はへっこむ特性があるというふうに思っていただくといいと思います。ですのでこの場合もどちらが表にする方が綺麗なのかっていうのは好みはあるとは思うんですけれど、そういうのを考えて細編みを入れた後で一旦糸を切って方向転換をするかどうか、そして最後の細編みを入れる時にも向きを合わせるために方向転換をして合わせる方がいいのかっていうのを考えていただいてもいいかと思います。今回は細編みが表に出る方で編んでいきます。特にね、裏表も考えてなくて、練習ですので、そんな感じで編んでいこうと思ってます。そしてリブの付け方ですよね。リブ、山が先に来る方がいいのか、それとも谷が先に来る方がいいのかによって、リブの付け方変わります。今回は山が先に来る方が、で編んでいきます。で、ここに糸端があることからお分かりいただける通り、この場合、編み始めはこの本体側となって、本体の一番最初の目にかぎ針を刺します。そして糸を準備しましたら、引き抜いてつないで必要な目の数だけ鎖を編んでいきます。この場合は9回ですね。 1,2,3,4,5,6,7,89ですね。はい。で、9目編めましたので、ここからリブを編んでいきます。9目とは別に、1目立ち上がりに鎖を編みましたら、鎖を裏向けましょう。そして今編んだ立ち上がりの鎖1はスキップして、2番目の目のこの裏山にかぎ針を刺して中長編みを編みます。そして各目に編んでいきます。9番目まで編んでいきましょう。はい、そして最後の目にも中長編みを編んで編みます。で、これで今 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個中長編みを編みました。9
9個中長編みが編みましたら、一番最初の糸を取り付けた目に針を刺して引き抜きます。それがこちらとなります。そして2番目の目にも刺して引き抜きます。これが2番目ですね。さらに3番目の目にも刺して引き抜きます。はい、これで鎖が3回入りました。引き抜きですね、3回入りました。そしたら裏返します。裏返したらかぎ針に糸を引っ掛けて全部で9つ編んでいきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 というふうに数えて9番目の目から編んでいきますよ。1回、2回、3回、4回、5回、はい、この下をすくうのは分かってますよね。6回、7回、8回と編んでいきます。で、9回目なんですけれども、9回目はこの下を取るのではなくて上の鎖ですね、はい、ここに走ってきているこの鎖の目に刺した方が比較的うまくいくので、ここで2本取って中長編みを編みます。こうしてあげると最後の目がちょっとキュッと引き締まってうまくいくんですね。そしたら鎖1で立ち上がります。鎖1を入れたら糸が手前に来るように回転させます。そしてかぎ針に糸を引っ掛けたらまた1番目の目ですね、ここに1番目の目がありますから、はい、立ち上がりの鎖があって、これが1番目の目ですから、1番目の下のループを取って中長編みを編んでいきましょう。ここですね、はい、これですね。3番目、4番目、5番目、6番目、7番目、8番目、そして最後の9番目は、はい、普通に同じようにリブ編みを編みます。はい、山が編めました。続いてです。今 1,2,3 と返ってきました。ここが今赤いマークがついてます。で、その後に水色が 1,2,3 回ついてます。で、ここで引き抜きを 1,2,3 回入れましたので、ここでも引き抜きを3回入れたいとなると、この赤いマークが邪魔になりますので、この次の隣のこの目はスキップして、その隣の目から3回引き抜きます。1回、2回、3回。はい。3回引き抜きましたら裏返しましょう。そしてかぎ針に糸を引っ掛けたらまた1,2,3,4,5,6,7,8,9 9番目の目ですね。こちらから9回編んでいきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、そして9番目は同様にこの部分に鎖がありますから、鎖の目に刺して
中長編みを編みましょう。はい、鎖1で立ち上がったら糸が手前に来るように裏返します。そうしますとこの部分ですね、ここの部分が内側にこうこのように折り曲がるんです。でそうすると体の方に折れ曲がるので形が綺麗になるんですね。でそしたらまた同じように9回入れていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 慣れるまではどこが9番目の目なのか、どこから編み始めたらいいのか確認しながら編むと間違わずに済みます。私もまだ時々時間を空けて編むとわからなくなるので必ず数えるようにしております。これで1,2,3,4,5,6,7,8 なので9番目ですね。はい、はい、これで表側に鎖が残りました。で続きですね、次また隣に移ります。隣は赤、水色、水色でここは赤を入れても3つありますのでスキップせずに隣の目から1回、2回、3回と引き抜きます。で次はスキップして3回というふうに繰り返していきます。そしたらまた裏返しましてかぎ針2頭を引っ掛けたら 1,2,3,4,5,6,7,8,9 番目ですね。9番目から編んでいきます。で最初のリブ編みから本体を編むのがちょっと難しいかなという方はこのように本体を編んでから後からリブをつけていただいてもいいと思いますので、その辺は臨機応変に対応していただければと思います。で鎖1ですね。で裏返します。で次はまた4目ワンセットとなっておりますので1目スキップして編んであげます。はい、隣の目はスキップしてその次の目ですね、その次の目から1回、2回、3回と編みます。はい、これを繰り返していきましょう。はい、そして最後まで編めましたら、本来はですね首をつなぐ分の糸を残してそしてカットしてそして、反対側のボートネックと合わせてそして首の空きぐりの部分だけ残して肩の上部を閉じ合わせます。はい、ということで編めてきましたね。山形から始めてそして編んできたんですけれども、まあ谷形から始めると場合はこのような形に見えます。でこの場合にはですね、編んできてそして鎖を編んできてここに取り付けたところから始める、逆向きに始めていただくといいですね。でなぜ、裏表が分かれるかと言いますと、表側からのこの引き抜きの目はこのような形で比較的綺麗についていると思うんですけれども、裏側から見ますとこのような形でちょっと見た目が良くない、これが表側に出ると全然綺麗じゃないですよね。でもこちら側からでしたら
リブがとても綺麗についているような仕上がりに変わります。そして全て3目ずつの引き抜きでつなげてますので、とても綺麗につながっているように映ると思います。ですのでリブを編むときにはこのようにしていただいて、表側から引き抜きでつないでいただくといいと思います。でちょっと若干上の方が閉じた形になっていると思うんですけども、これはボートネックは脇ぐりを少し浅めに開いてますので、肩より少し落ちる感じの高さで編んでるわけですね。でそれを最後のところでちょっと肩を引っ張り気味に切れるように、そしてちょっとゴムで収縮性が出るように少し内側に入るように編んでおります。ですので実際のこの V スティッチファンの編み目よりもリブの方が若干細くなっていることがお分かりいただけると思います。でこれが今7目の倍数なんですけども、もしこれを6目の倍数でやりますと、もうちょっと開いた感じのこんな感じになりますので、編むものによってはやっぱりその仕上がりの雰囲気に合わせてゲージを決めていくところもあるので、今回は少し内側に入るようにしましたけれども、例えばあまり内側に入っては困るもの、例えばカーディガンの前立てとか同じような長さで仕上げたいものの場合には、またそこはそこできっちりとゲージを取って何目で合わせていくのかっていうのを測っていただくといいと思います。まあ大体そういう時は6目でもいいのかなというふうに思うんですけど、裾とか手首ですね、あるいは首元のリブを編む時には少し1目多い7目の倍数でやっていくといいのかなというふうに思います。はい、ということでございまして、いかがでしたでしょうか。簡単にリブを編みつけることできますし、色を変えていただくとね、かなり可愛らしくなると思うので、こんな感じで楽しんでいただけるといいかなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.